どうも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 。私さ、2ヶ月前に失恋した時にですね、私めっちゃ YouTube でタロット占いとかの動画見たんですよ。でそっから現実で実際自分のことを占ってほしいなっていう気持ちになって、で今回1人の先生じゃなくて4名の占い師さんに占っていただきました。いろんな人に聞いたらどんな意見返ってくるんやろうみたいな感じで、だから主にそのカード分かれたことについて聞いたりとか、相性どういう人がいいですかねとか、あと気をつけた方がいいこととか、まあいろいろそういう感じで聞いてきたので、よろしくお願いします。占いの館千里眼さんで、今日はレジュリア先生に占っていただきます。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。彼のことまず始め占ってます。おお、未練がエグいな。相手のことを思いすぎて別れなあかんと思って別れた感じが。あ、そうですね、好きなんですけど、うん、自分がダメになってしまう、自分がしまう。好きな間別れんかったらもったいないと思う。友達としての関係は残ってるんやろ、これ。そうですね、あったりはしてますね、うん、もう1ヶ月以上会ってないです。求めてるスタンスが、うん、あ、全然ちゃうのよ。なんかあれかな、仕事かなんかが忙しいんやろ。付き合った時期にお店をオープンしたんで、うんうん、なんかね、友達やったらめっちゃええと思うね。なあ、うん、じゃあ実際彼氏にできる日とかって言うたら大変なんちゃうかなって思う。あなたもその別れ話を出した時に泣いたりとかしたん？めちゃめちゃ泣きました。それをやっぱり思い出したりはしてるんちゃうかな。泣かせてしまったっていう気持ちはもちろんあるでしょうしね。ずっと6時間ぐらい泣いてました。ああ、聞いてもた。出会った時期は悪くないはずやね。でもいずれこれ続けてても離れることになるしな、うん、やっぱ離れそうな相手ってことですか？うん、で求めてるものが違うから、あであなたも言わへんし、はい、恋愛に対して結構カチカチやねんやん、はい、だから柔らかくなれば戻れると思う。次は私が合いそうな性格、どういう感じの人か、うん、例えば年上とか。あ、年上の方がいいと思うで。真面目な人とか、ちょっとこう、うん、話が上手なとか、うん、それも理想な、多分。自分の理想を言っちゃいました今。私そうなんですよ、めっちゃおしゃべり好きな人が好きで、うんうん、多分寂しがりに思えたさんやから、うん、精神年齢の高い人の方がいいわね。私に合わせてくれる人って出てる。あ、前の人がそういう人やったからか分かれへんけど、あんまり仕事仕事の人は多分嫌なんだと思う。もう仕事100みたいになってたら、ちょっと一番は仕事であってほしいけど、うん、恋愛と向き合っていくじゃないですけど、次恋愛する時はどういう感じでいただいたのっていうのは、うん、もうはっきり言えば、あの、期待しすぎること。 あ、うん、あとまあこの人とかもそうやったと思うんですけど、友達からやっぱり始めてください。うん、元の自分を出せるようになってから付き合う方が、ある程度猫をかぶってしまうとしんどいだけやから。男性経験ない？あ、まだないです。いや、まあそういうもうそのなんてやろ、出てます出てるんやんか。これは動画で言ってるんで大丈夫です。そのもうその投げがすごいねんけど。レジュリア先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、新庄先生に占っていただきます。生年月日とか名前になってもらった感じですね。見つけた彼がいたんですけど、うん、相性的にはね、悪くなかった。だから成立するの早かったと思う。意気投合したから。そうですね、お互いずっと喋りまくってみたいな。あの、似たとこあるから共通点があるってことは、共感性が高い。共感性が高い恋人同士っていうのは、ね、助け合いするのが難しい。長くやっていく場合が、自分に足りないところを埋めてくれる人じゃないかって。なんか私が振った、うんうん、最終的には振られたんですけど、私がないまま、うんうん、もうなんか別れた方がいいかもっていう気持ちになって。おうおう、あの、まっちゃんの性格やな、そこはな。マイペースのおっとりさんやねんけど、割とシルクにつけたいタイプでもあんねん。結果が早く知りたいって、うん、そうやな。なんか今思えば好きやけど別れたいって言ったんですけど、その別れたいって言って向こうが、いや別れへんでって言ってくれるのを待ってたんですよ。でも、あの、じゃあ別れようってなったから、うえー、待ってって感じになってんだ。今の今回の感じで精神的にははっきり白くつけたいなって焦ったんやとは思うんだけど、そこまで彼は思ってなかったんちゃうかな。そこまで言われるんやったらっていう、わーいう形やったんちゃうかな。いや、もうめっちゃそうです。私が最終バーって言っちゃって、うんうん、あなたにいろいろ合わせればこっちみたいな感じで、うんうん、そんな合わせられるんやったらね、うん、まあ、若干の構ってちゃんがもともとあるから、遠距離恋愛できないタイプやからな、基本な。絶対できない。どういうタイプの人が気合いますか？細かいことにあまりこだわらない。あ、そうですね、保護者みたいな気合いみたいな。恋愛を頑張っていく、なんかスタンスじゃないんですけど。うんうん、自分が思ってること我慢しないことだね。嫌われたくないって気持ちがやっぱ強すぎて、演じちゃうというか、いい人になろうとするね。何考えてるか分かるんだけど。マミさんのいいところっていうのはね、甘えるとすごく
甘えがられるし、必要甘えれるかな、そこやね、意地張ってまう、はい、人にあんまり感情を見せすぎるのが恥ずかしいとか、でもね、その不器用さを見せていくことが大事で、ちょっとこう、ねえ、なんかしてしまったみたいなのを、あ、ちょっとなんかそういうの、そう、しらじらしくやるのはどうかと思うけどです、ありがとうございます、いいですか、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。次、霊春先生ですね。この先生めっちゃおもろいね。あなたって前世から一度もちゃんとまともな家庭結婚生活を送ったことが一切一回もない前世です。今に始まったことじゃないの、恋愛そうらしい。そうなんです。名前っていうのは前世でどんな人生を送ってた人なのか、何を果たすべきで生まれてきてるのかっていうことも全部名前。まず25歳はすごい悪そうな、そうそうそう、心が寒いの、寂しいの、恋人欲しい、他の人たち見てて羨ましい気持ちが募って募って、はい、身の置きどころがないぐらい今寂しい。昨日の夜ももう悲しくなって、もう半泣きになってました。マミちゃんの10代悪いけど不毛だよ、振って振ってひっくり返しても何でも出てこない20代も振ったらカランと音が1個だけするぐらい、自分のことを自己表現してさらけ出せるようになったのが今ぐらいの年だもん。自分をやっぱり本性をさらけ出した方があなたを理解して、探していく、これから占いから今度霊視に行きます、はい、上の名字はちょっと伏せとくね、はい、こういう字じゃない、見ってどういう意味、私は親にまっすぐ未来に行きますように。どうして未来って、まだ来てない、まだ来てない、私名字複雑なんですよ。はっきり言います、はい、あなたは外国人の男性です。あ、外国人の男性だったんですね、はい、今でもそうだけどね、親の言うことは聞きません。口出しせんといて、干渉せんといて、手紙に書いて送ったことあります。本当、自由にやらせて、大学中退して別の大学に行ったんですけど、時に親にお金も全部やりくり自分でするから、絶対受験するから一切口出しせんといてってめちゃめちゃ手紙長文ずらー書いてんな、懐かしい。自由にはなったけど物寂しくない、はい、温かさが欲しいです。だからこういう時に男の人って何求める、女性、結婚、子供、うん、子供できると女の人ってそんなロマンチストじゃない、リアリストの母親になるんで、現実をしっかり見て立派な夫の責任果たしてよって言わない、はい、そしたらあなたどう、それが嫌な、するあなたの態度を改めない、結婚しても独身気分、また船に乗ってどっかに行っちゃえばいいじゃない。ダメですよね、でも男から女に変わっても中身は全部一緒だよ。海をね渡っていろんな国に行ってるだけじゃなくて、プライベートもずっと放浪している、これがあなたです。だから私はなんかいろいろ物を続かないんですね、全部その通り、いつもどうして男から女に生まれて浮かんできたの、その気持ちになるためにみたいな、もう男の人に生まれても霊的には進化しない、進歩しない、前世男性だったから男性目線で男性を評価しちゃう、女の人は男の人に母性本能が出ちゃう、いつもカップ麺ばっかり食ってたら私がちゃんと栄養管理してあげたいなって恵みたくならない、はい、あなたは逆です、だらしねこいつってなっちゃう。だから男目線で評価も厳しくなっちゃう、バサンと切っちゃいます。愛するっていうことは許すことだから、で今のあなたの人生の目的は、はい、自由な性格を壊すことない、この両立があなたの今の人生の目的、今の人生でできなかったら次の人生でもこのことがテーマになります。神様言うね、お前に人生開く、びっくりして、一つはね、地蔵菩薩、もう一つは日本の神様で住吉大社、地元です、はい、だからあなたそこに生まれた。住吉大社ってどんな神社か知ってる？海の神様。あ、そうですね、あなた前世でここめっちゃゾクってしてんの、はい、この彼はで、この子そうだな、あの運命の子ではないんだけど、誰かさんの人生とそっくりなの。私ですか、私の人生。そう、あなたの前世の男の人だった時のそばであの前世のこと話してると、まるで私のお父さんだとか、まるで私の旦那だっていう、今あなた忘れよう忘れようとして妙な動きいっぱいしてて、あれはそれ全部無駄、新しい出会い探したって一生懸命合コン取ってもらったんで行ってきます。どういう人が合いますか？自由人、同じ自由人、だからあなたはそっくりな人で、いいんですか？いいんです。自由人やからこそそういうなんか王道、それは絶対無理なの、例えば自分はふわふわしてるから
しっかり地に足ついてる人がいいと思うでしょう、はい、神様は絶対こういう人をご縁づけません。どうしてだって今後成長する？しないです。しないよね。甘えちゃいます。だから自分と女の人だって、これが波長の法則。だから相手を変えることより自分が変わらないとダメなの。あ、じゃあ変わる気がないような感じですもんね。いやでも変わるよ。だってだいぶ地にしっかり足ついてきたもん、ね、それでちゃんと YouTube 好きなことやりながら生計ちゃんと立てられるようになってじゃん。もっとやってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かった。すいません。続きまして、じゃあ次ラスト4人目の先生です。はい、よろしくお願いいたします。ホルモンって言う人はね、好き嫌いめちゃめちゃ激しい。無理って思ったらもう無理で、そこがないなとかね、ちょっとでもそういう言動をしたり地雷踏んだりしていつなるんですよ。マカさんの場合は自分の腰が強いがゆえに Going my way なんです。私は私の道を行きたいんだ。でもこの人のね、マイペースっていうのはね、何か地雷踏んだか知らんけど一瞬にして急に潮対応に変わる。原因はいろいろあるんやろうけど、私の生き様についてきてくれる人じゃないと飲んでこないよ。もうちょっと低踏ん張りできるだけ、またはこの感情の差が一個ちょっと少なければね、いい組み合わせではあったんですよ。結果全部占い振り返ってさ、4名の占いさん全員に多分彼は本命じゃないみたいなって言われてるよな、これ。どういう相手と会いますかね。ご主人を背負って人生のゴールまで走り抜ける。背負うってことは私が引っ張っていくってことですか。違う違う、あなたをね、トコトコ立ててくれる人、もし離れてる人がいるからサポートしてくれたり立ててくれたりっていうところがある方。恋愛するときに、はい、どういうスタンスで私が来られるか、はい、幸せになれるか、相手のことを考えるということです。16代以前のことを覚えてらっしゃらないかもしれない、あまりね。でもその時はそんなに我が我がある感じで自分を押し出す方ではなかったと思うんですよ。みんな楽しむぐらい人も楽しませているっていう。人を楽しませる。そう、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひ幸せになってくださいね、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。4人の先生に占ってもらって今回は思ったのが、共通してるとこってその、彼はまず運命の人じゃない私の自分の性格が寂しがりや、恋愛においては頭カチカチでもう妄想だらけみたいな、だからちゃんと現実を見なさいってな。こうやって占いに行ってるぐらいやから未練がゼロではないんですけど、半年後とかになったらさ、動画でさ、あの時あんなこと言ってましたけどもう今全然何も忘れましたみたいな感じで言うのを頑張って、日々頑張っていきたいと思います。恋愛だけにフォーカスです。推し活とかいろいろ頑張っていきたいと思います。ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。バイバイ。顔見てもらったら分かるかもしれへんけど、あの一夜飛んで今のめちゃん朝寝起き